読みやすい字。どうもこんにちは、篠原です。今回は読みやすい文字や答案を書く方法について話したいと思います。はい、読みやすい字や答案の書き方ですね。で、皆さんですね、ちょっと考えてみてください。例えばですけど、小学2年生ぐらいの、読書感想文とかを採点してくださいって言われたらどう思いますか？しかも、1000枚、3日で、どうすか？うわーって思いません？めんどくせーって思うと思うんですよ。で、今それを同じ気持ちを採点、大学受験の採点官は抱いてるんです。受験生が1000枚ぐらいの答案書いてきて、それ3日で見ないといけないとかで、うわーめんどくせーってなってるんですよ。しかもその点数以下によってはその人の合否が決まっちゃって、その人の人生を狂わせると、まあ、いい加減につけれないけど、時間短いし量も多いし、もうめんどくせーみたいな、俺本職の研究あるのにっていうのが大学受験のその採点官の気持ちなんですよね。で、これを思った時に、答案って読みやすくないとダメなんですよ。もうどうですか、皆さん、小学生の書いてきた読書感想文読んで、もうぐちゃぐちゃの字で、もうなんやこれみたいな字書いてる答案だったら、もう読んだ瞬間にバツつけたくなりませんか？もうこれダメってしたくなりますよね。で、同じことを大学受験の教授思ってるんですよ。もう読んだ瞬間に読みにくいって思ったら、その段階でも読む気失せるんです。で、読む気失せて、もう採点したくなくなるんですよね。だから記述が多い大学、まあ京大ですね、京大とか、あと、まあ、慶応の、小論文とか、そういうのを書く人っていうのは読みやすい字を書かないとダメなんです。で、今回は字が汚くてもいいから読みやすい字どうやって書くのかということについて話します。で、まあ、僕の字どうですかね、読みやすいって思ってくれたら、まあ、嬉しいんですけど、まあ、僕が気をつけてることもいくつか話したいと思います。で、まず一つなんですけど、僕はですね、漢字とひらがなの大きさをちょっと変えてます。まあ、まず一つ目としてなんですけど、漢字ですね。漢字は、ちょっと大きく書いてます。漢字っていうのは、まあ、大体ひらがなですね、ひらがなの大体 1.5 倍ぐらいのイメージで書いてます、文字の大きさを。で、というのもひらがなってなんか線が少ないから、なんでしょうね、なんとなくこうさっとちっちゃくても読めるんですけど、漢字って複雑だから、でかくないとちゃんと読めないんですよね。だから僕は漢字はちょっと大きめを意識してます。で、あともう一つなんですけど、できるだけ空白を作ることを意識してます。空白で、例えばですけど、皆さん記述の答案とかで、こう例えば英語の和訳とかあって線がこうあったら、文字の大きさって多分ですけど、これもうこれいっぱいいっぱいで書いてると思うんですよ。いっぱいいっぱいで書いてるとどうなるかっていうと、パッと見た瞬間にうわっ詰まってるって気がするんですよ。ぎゅうぎゅうにあるっていう気がするんです。だからどうするかっていうと、まあ、大体ですね、行の上から 20% ぐらいはもう完全に開ける。どんなに、まあ、複雑な漢字でも上から 20% ぐらい開けて、まあ、マックスこのぐらいの字を書くんですね。マックスこれぐらいの字を書くとどうなるかっていうと、パッと見た時にちょっと空いて見えるんです。空白が空いて見えるんで、なんかぎゅうぎゅうでいっぱいあるっていう印象じゃなくて、なんか涼しい印象を受けるんですよ。で、なんかいい印象を受けることがある。で、しかもこれのいいところ何かっていうと、こっから上ちょっと開けようとしたら、どうしても字がちっちゃくなるんですよね。で、字がちっさくなったらどうなるかっていうと、たくさん文字が書けるんです。で、これはちょっと京大の場合は特徴なんで、京大の場合はなんですけど、京大の場合は文字数制限が特に国語はないし、英語も和訳もないので、もうたっぷり書けるんですよ。たっぷり書けるから、こうやって上が空いてた方がたくさんの要素をぶち込める。で、京大は加点方式なので、たくさん書いた方が有利なんですね。だから僕はこうちょっと上をちょっと開けるようにしました。で、プラスこれちょっと開けるはいいんだけど、上と下とこう真ん中に開けるんじゃなくて、どっちか片側がすごい空いてるように開けました。例えば国語だったらこう縦書きなんですよね。国語だったらこう縦書きなんですけど、真ん中にこうやって書くんじゃなくて、寄せるんです。こっち側に寄せた方がなんとなく見えやすい。まあ反対側、こっち側に寄せてもいいんですけど、どっちか片方に寄せた方がいいんじゃないかなと思います。その方がなんとなくね、涼しく見えるんで、だから両方側にこうちょっとずつ間が空いてるよりも、片方が空いてた方が僕はいいんじゃないかなと思います。
はい、であとできるだけ大きい字大きく書きました。大きく書きます。だから空白作った方がいい、涼しい方がいいんですけど、これが、まあ、例えばですけどこことここの間がもう全体の 50% 以上とかね、それもう文字小さすぎです。だからやっぱりこれ 20% ぐらいですねの方がいいかなと。であと大きくで濃くですね、濃く書きました。で、この2つなんでかっていうと、大きく濃く書かないと大学受験のその採点フレーズなんて、まあ言ったら老眼なんですよ、ジジイなんです。でジジイだからどうなるかっていうと、薄い字で、でしかもちっちゃい字だったらもう読みたくないんですよ、その段階で。もう何書いてるんで読めないよってなるんです。だからできるだけ大きく濃い字で書いた方がいいんですね。です。で、まあよく言われてることに、答案は丁寧に書いた方がいいって言われるじゃないですか。で、丁寧に書いた方がいいと思うし、僕もそうだと思うんですけど、じゃあ現実問題として、試験会場で緊張してて試験時間ももう短い中で丁寧な字を書けるかって書けないんですよ。書けなかったんです、少なくとも僕はね。だからどうしてもまあある意味走り書きに近いような感じで、それでもなおかつ読んでくださいっていう答案を書かないとダメなんです。じゃあどうすればいいかっていうと、これですね。まず漢字はひらがなよりもちょっと大きく書くっていうことと、空白を作って、まあ、パッと見の印象を涼しく見えるようにするっていうことで、あと文字はできるだけ大きく、空白を作りながらも大きく、そして濃い字で書いた方がいいんじゃないかなと思います。はい、ということで今回読みやすい文字や答案の書き方ということで、記述はねこれやるだけで印象が変わります。印象が変わったらどうなるかっていうと、点数上げたいなって思えるんですよ。で、汚い字で何書いてんのみたいな字だと、うわーめんどくせえってなるんですよね。どんだけいっぱいびっしり書いててうわーっと思うんで、そのうわーっと思わせるのを減らすためにはこの辺のテクニック、もうこれやるだけですぐできちゃうんで、ぜひやってみてくれたらなと思います。まあちなみにですけど、これ例えば漢字の大きさをこうやって 1.5 倍にするとかって普段意識してないとちょっとなかなかできないことだと思うんで、まあ、日頃のノートの取り方から意識してもらったらなと思いますということで、今回はね読みやすい字答案の書き方ということで僕の意見紹介しました。ぜひ皆さんやってみてください。ということで今回はこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。まあ僕はね、浪人もしたし、兄弟どうしても借りたかったんでめちゃめちゃ工夫しました。で僕ね、まあ、見てもらったら分かると思うけど字汚いんですよ。字汚くて、まあ、いい加減なんですよね。もうもう字読んだだけで多分僕のいい加減の性格が分かると思うんですけど、いい加減なんですよ。いい加減だから、いい加減でちょっと汚い字でもなんとなく答案として読ませる答案をしないといけないなっていうことでやっぱり工夫したんですよね。だからまあ元々字が綺麗な女の子とかはこれ意識した方がいいです。濃い字で書いた方がいい。女の子とは薄いんで基本的に濃い方がいいですよ、うん、なので、まあ、これだけ意識してくれたらと。で男はこれとこれこれとこれですね。特にこれとこれ男は大体ヒップアップ強いんで、であとまあやんちゃな人も多いと思うんで、字でかいんですよ。で濃いんですよ。ところがこの2つ多分あんま意識してないと思うんで、よかったら意識してくれたらなと思います。やるだけで変わるんでね、やってみてください。最後になりますが、この動画の動画概要欄 URL クリックしてもらったらメルマガ登録フォームといいます。30秒くらいで登録できる、よかったら登録してください。今後もこういう勉強役立つ情報をどんどん配信していくんで、これからもお付き合いしてくれると嬉しいです。ということでまた次回会いましょう。現在成績が上がる冊子を無料でプレゼントしています。勉強しているのに成績が上がらない、いまいち勉強するやる気が出ない、そんなあなたに効果的な冊子です。動画概要欄の URL をクリックし、登録フォームから篠原に教えてもいいメールアドレスを教えてください。プレゼント冊子とメールマガジンをお届けします。ではまた次回お会いしましょう。